はい、どうもー、レッドコンプレックスです。久しぶりに DB1 ガチりました。ガチったっていうかね、下手だから、もう久しぶりにやり込んだっていう感じですね。一回ね、順位480位ぐらいまで行ったんだけど、そっから負けたり引き分けたりっていうのが多かったので、結局ね、1200位ぐらいにとどまりました。結構僕、集中すると、なんて言うんだろう。ハマっちゃうとそればっかになっちゃうタイプなので、もう沼にハマっちゃうタイプなので、昨日夜中ぶっ続けでね25試合ぐらいやってて、もうほんと4時間ぐらいずっとやってたので、やってく中でやっとねちょっと勝てるようになってきたっていうフォーメーション見つけたので、もうこれ環境方面なんじゃないかなと思いまして、今回ね紹介させていただきます。このようにね、選手や試合に関する動画じゃんじゃん上げていきたいと思っていますので、めちゃくちゃモチベになりますので、よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それではやっていこうか。アリーベデルチ。はい、こちらが、そのフォーメーションになりますね。3-2-3-2 かな ?3 バックなんだけど、ちょっと紹介していこうか。人選の方を。まず GK ノイアー。ここは何も言うことがないですね。で、3センターバック左から、クリバリ、トモリ、ウパメカノ。ここはもう強いセンターバックっていうところですね。できればウパメカの最近俺ちょっと変えたいなって思ってきてるんだけど、ディフェンスセンスとか、守備意識とかそこら辺が高い、センターバックがいいかなと思います。そんなに身長は気にしてないですね。そして DMF2 枚左がカンテ、右がカゼミロ。ここは片方アンカープラス片方アンカー以外がいいと思っています。守備の面でね、さすがに3バック不安なのでアンカー1人と、あと攻撃面でも、ちょっとね、貢献してもらいたいなっていうので、片方 B2B のカンテ入れてます。そして、サイドハーフ左からオヤルサバル、右がサカ。ここはプレースタイルあんまり気にしてないんだけども、ドリブルこねやすさとスピーシュン重視ですかね。で、できれば片方パスうまい方がいいかなと思います。結構中に折り返したりとか、バックパスとかスルーパスとか結構試合を作るのに、このサイドハーフの選手は大事になってくるので、このサイドの選手は強いのを意識してほしいですね。このサカに関しては、新しい方のサカ使ってます。新しい方のサッカーは瞬発がなんかもう最初から80超えてたので、新しい方のサッカーを使ってます。そして OMF はジョレンテ。ここは2列目ですね。誰がいいっていうわけじゃないんですけども、ジョレンテ安定して強いなっていうので入れてまして、できればね、パスちょっと上手い方がいいのかな。そこは高望みだけど、理想はね、パス上手い選手がいいかなと思います。そして2トップ左がムバペ、右がイブラヒモビッチ。ここはターゲットマンプラスライブレですね。ターゲットマンがいることで、結構、ためを作れる位置にいてくれるんですよね。受けて、下がるというよりかは、結構、とどまってもらってくれるっていうイメージなので、どっちかっていうと、ワン、ツーの、くさび役みたいなイメージですね。このジョレンテから、イブラヒモビッチに入れて、このサカの抜け出しに出したりとか、簡単に、この、サイドとのワン、ツーで、抜け出したりとかね、こっち逆にイブラが抜け出したりみたいな、そういうシーンからの得点ってめちゃくちゃ多いので、このフォーメーションイブラヒモビッチはちゃんと決定力85以上にしてるので、イメージターゲットマンで決定力85以上、フィジカル90、そして片方はライブレ、スピシューン爆速のライブレ、それがイメージとしていいんじゃないかなと思います。はい、ではベンチの方を紹介していきます。ベンチはニャブリ、これはサカの替えですね。そしてネイマール、これはオヤルサバルの替えです。ホーランドは CF の替え、主にイブラヒモビッチの替えで使ってます。マルキーニョスはカンテの替え、最悪センターバックの替え。そしてジルーは、調子悪かった時、イブラが調子悪かった時に入れてます。スパサブだから正直あんま前半からは入れたくないけど、リュカエルナンデスはセンターバックの替え、ダニオルモは OMF の替えになります。で、これ3バックなんですよ。3バックで、サイド空いちゃうので結構、相手がねクロスゲーパターン、サイド攻めを必要にしてくるパターンの方の場合はサイドしか来ないなって思った瞬間にもうフォーメーションを変えますね。4-2-1-3 にしてます。これぐらいかな。こんな感じで変えて、使いますね。待ってね。こんな感じでイメージね。ともに右サイドバックできるから、もうクロスゲーって分かったらもう選手も前半でもいいから変えちゃいます。ここ、守備的サイドバックにしちゃいます。ちょっと1枚もったいない気がするけど、この方がね、失点率は下がるので、こんな感じで、やってますね。はい、いかがだったでしょうか。今回環境を褒め、そして人選について解説していったんだけども、まあちょっと今ね、この戦績だけ見ると結構負けてるように見えるんだけど、負けたの結構最初の方なので、最近はかなり勝ててる、イメージがあるので、よかったらね、参考にしていただけたらいいかなと思います。試合で実際に使ってる動画もね、今後出せたらいいかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、バイバイ。